まあインドですね。ジャロガ。今回チャロブラザーズ5人全員別々の年越しをするということでですね、私サワジはアンダマン諸島というところに行こうと思っています。アンダマン諸島どこにあるか、ミャンマーの南、タイのマニ市ということで、もうインドっていうとえって思うぐらいの場所にあります。でも歴史としたインドです。だいたいチェンナイとかバンガロールとかコルカタというですね、インドの大都市から乗り換えをしないといけないというところですね。今回行こうと思った理由がですね、うちの高校の斉藤君という人がですね、高校の世界史の時間に地図帳をパッと見てですね、ラジン国、ラジン国、ラジン国、7世紀ぐらいだったと思うんですけど、アンダマン諸島のところにラジン国という国があったのを見て、爆笑してですね、授業がそれで30分ぐらい進まなかったことがあったんですよね。その時からですね、ちょっとアンダマン諸島、まあ彼が言ってたのはニコバル諸島なんですけれども、すごい近いところにあって、そこにちょっと行ってみようかなということで、今回、旅の目的地に選んだということです。アンダマン諸島ですね、まず海が綺麗と、それからシーフードが美味しいと、それから、あったかいということですね。今のデリーにはない3つを兼ね備えてますので、ちょっと個人的にはすごく楽しみです。常夏の気分を味わってこようと思ってます。それではジャロガ。というわけで、今回はこのゴーエアーという飛行機に乗っていこうと思います。それではまたバンガロールからお会いしましょう。チャロ。というわけで、バンガロールに到着いたしました。時刻はですね、9時を回ったところです。次のポートブレア行きの飛行機が12時10分ということなんで、3時間ぐらいですね、待ちたいと思います。時刻は、11時15分、僕が乗る飛行機 G8802 ポートブレア行きですね、遅延ということで、なんと2時台、に遅延となりました。まあインドの旅行なんでね、時間に余裕は見て、来ましょうということですかね。まあ、最終目的地が今回ハブロック島っていうところで、フェリーに乗らないといけないんですけど、明日の朝に、フェリーで行く予定にしてますんで、今日遅れても何ら問題ないと。これ結構インド旅行初心者はみんなカツカツのスケジュール組んで大変なことになるんで、ここはぜひね気をつけてもらいたいなと思います。不合格です。はい、というわけで時刻は2時15分になりました。ようやくですねゲートが開いて、これから搭乗ということですね。はい、ポートブレアに着きました。時刻は5時半と、もうデリーの方の空港出てから半日経ってますね。こんなはずでは。なかなか疲れました。今タクシーがないんですよね。
通空港のカウンターってプリペイドタクシーがあるんですけど、それが今ないのでちょっとどうしようかなという感じですけど、まあなんとかなるだろうと思って頑張って、まずホテルに着きたいと思います。まあインドですね。まあどこを見てもこんな感じですかね。ギクジャロガ、おはようございます。12月30日の6時40分です。時計塔はなんか9時以降指しちゃってますけど、まあ信用しないということで、ポートブレアのフェリーターミナルに着きました。これから、ハブロック島行きのフェリーに乗りたいと思います。はい、というわけでフェリーターミナルの中に入ってきました。入るときにね、空港と同じで、フェリーチケットと、それからパスポートの提示を求められました。結構並んでますね。まあ、ほとんどインド人なんですけど、ぎっしりしてます。どうやら12月1日から1月31日のあたりがピークシーズンなようで、まあ気候もいいんでしょうね。年越しをここで過ごしたいという人もいっぱいいて、まあ僕と同じようなことを考えてるのかなとは思いますね。というわけでフェリー乗り込みました。デラックスクラスという3つ等級があるうちの真ん中の、クラスなんですけれども、結構席はいい感じですね。革張りで柔らかい感じです。ここを突っ切ってホテルに行くわけですけれども、ウーバーとかがないんで、まあ観光地プライスのぼったくりタクシーになるんでしょうけど、まあ行ってみたいと思います。さすがにここまで来ると海が綺麗です。これはすごいな、これはすごいな。どうなってんですかね。みんな車を事前に手配してるんでしょうかね。ホテルごとになってるようにも見えるし、ちょっとよくわかんないですね。ツーリストインフォメーションがあるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。